マインドハックデモバージョン。はい、ソニーザラシです。今回はですね、悪人の頭を、ハッキングして、お花畑に変えちゃおうっていう素晴らしいゲームが、ちょっとデモとしてね、取り次ぎ出ましたので遊んでいこうと思います。ドンピシャですよね、このゲーム。さあ早速やっていきましょう。どんな風にハッキングするんでしょう。マウス左クリックでゲームを開始します。その前に、ホイールでスキップ、テキストアドベンチャ ーというところでね、そんなに苦ではないと思うんだけど、プロセスを確認、接続を解除します。はい、どうぞやっちゃってください。はい、早速ダンボール人間みたいなやつが現れて、なんか普通にやられたけど、先生逃げるんだ、早く。何を言ってるんだ、早く説明してくれ。マインドハック、マインドハック、マインドハック言葉を失ってしまったね、最初から。オープニングかこれ。あ、違った、ドクター。自分のことですかね。ドクター、聞こえていますか。ドクター、私の可愛いドクター、応答してください。はい？誰が喋ってんの？ひまわりが喋ってんの？ひまわりかこれ、本当に。はい、ほうまれて。フォーマットされんの？AI か。私は施設を司る人工知能、フォーマットの声に、おはようございますと答えた。ドクター、返事が聞けて嬉しいです。18回呼んだのですよ。中途半端。あなたは最高のマインドハッカーです、ドクター。昨日のセッションは大変素晴らしい結果でした。事故のことは気にせぬように。でも、あれはやっぱりあの事件はあったってことだよね。昨日あなたが修正したバグは恐ろしい永久でした。放っておけば世界を崩壊させたかもしれません。その人のっていうことかな。あなたは犠牲を最小限に抑え、人類を救ったのですよ。我々皆の誇りです。さようでございますか。ちょっと音でかいね。今日も世界平和のために力を合わせて戦い、バグの根絶を進めましょう。さあドクター、デバッグルームへ来てください。マインドハックの時間です。マインドハックの時間です。アウチ、一人アウチ、一人アウチ。楽しいか、ドクター。ドクター、応答してください。どうした、どうした。ピンポン言われてるぜ。ドクター、聞こえていますか。デバッグルームへ来てください。すげえこの花持ってっけど、マリーゴールド。え、俺は花に詳しくねえんだよな。先生、先生、私だよ、警備隊長レベッカだ。女か。え、強そう。ホーマットがあんたの様子を見てこいと。隊長、先生のことが心配でしょうがないらしいんだ。親みたいなもんだからな。作ったってこと。それ昨日と違うな。これはガーベラでしたね。ガーベラって言うんだこれ。ここへ来て先生が何の花を飾っているのか見るのが楽しみなんだ。おお、いいよ。ヒロインかな。ヒロインということで OK。 綺麗だ、綺麗だ。ここはいつも花の香りがする。気持ちが落ち着くよ。マインドハック。あれ、おい、この指はどうした。先生大丈夫か。随分疲れてるみたいだ。無理もない、昨日はひどい事故だ。でも助けてくれたのこの子なんじゃないか。生きてる気がしなくて。お前自分もマインドハックされてねえかこれ。自分指で選択肢って、お前異世界転生した、ゲーム転生した主人公じゃねえんだからさ。生きてる気はしなくていいかな。私は隊長に助けてくれてありがとう。あなたは命の恩人だと伝えた。やっぱりこの隊長がね、助けてくれたんだね。どうやって助かったんだろう。何、それが仕事だ。私はあんたを守る、当然のことさ。それに大事な友達だ。あんたには大きな借りがある。あの時あんたのしてくれたことに比べたら些細なことだ。多分ね、この隊長もマインドハックされて強制的に人格を修正されたんじゃねえかなって勝手に考えますね。昨日部下の一人がバグに飲まれたんだ。とっさのことで何もできなかった。はい、あいつ気のいいやつだったんだ。旅行に行くのが好きで、いつも土産にチョコレートをくれた。先生、あんたが無事で本当に良かった。あんたがいなくなったら、私は。いや、この話はよそう。ちょっと急に、
なんかドラマチックな展開してくるやんか。まだ仕事気分じゃないだろう。あ、どうする？私としては無理に連れて行くつもりはない。おっと間違えた。あんな後のことなんだ。今日は少し休んだ方がいいんじゃないか。そうだな。休もう。隊長に私は天才マインドハッカーなので今日くらいはサボりたいと伝えた。この前半いらねえんじゃねえかな。隊長に今日くらいはサボりたいと伝えたでええやん。別に。あ、そうしなさい。天才のあんたにも休みは必要だ。人間なんだから。人間なんだから、三つを。フォーマットに私が使えておくよ。おお、それじゃあまた明日。どうした？え、今あげたん先生。大丈夫か？今、悲鳴をあげてたぞ。何？じっとしてると昨日のことを思い出す。やっぱりデバッグルームに連れて行ってくれって。ああ、強制かよ。あんたがそういうならいいが。無理するなよ、先生。じゃあ行こうか。はい。まあ、結局、やっぱ話は進むと。ちょっと早くハッキングさせてくれよ。指何なんだよ。レベッカ隊長、フォーマットが至急デバッグルームに来るようにと。そちらの方が先ほどおっしゃっていた。なんかドラゴンボール感あるな。中身クリリンなんじゃねえかな。はい。ああ、そうだ。この人が今日からお前が守るマインドハッカーだ。物理的に守ってくれと。森林のものです。決意補充のため、今日から配備になりました。先生、こいつ新人なんだ。ホットフィックス隊に入るのがずっと夢だったらしい。ホットフィックス隊が、この、隊長の隊かね。血の滲むような努力をしてここへ来たんだそうだ。見上げた根性だ。褒めるね。いやー、そんな、俺なんかただの凡人です。隊長は先輩方に比べた。お前なんかスパイな気してきたわ、俺は。ずっと憧れだったんです。決意が出て、たまたま来れただけで、へらへらすんな、新米。先生、前任者がどうなったかは言わないでやってくれ。おっと、これは闇深事件ですね。死んでんな。お会いできて光栄です、先生。大嘘は金がね、聞いております。前の人は死んだよ。死んだ2。ええ、これからよろしく。私は新米隊員に頼りにしていると伝えた。はい、頑張ります。悪人連中に一泡吹かせてやってください。悪人かどうかは紙一重なんだぜ。いいか、新人。これからお前が会うのは、一癖も二癖もある人間たちだ。ここに集まられているのは、フォーマットがスキャンした筋金入りの悪人たち。歪んだ精神の持ち主と判定されたバグの保有者たちだ。バグ。犯罪者はバグですね。算数人放課後と、どんな罪状のやつも、一通り揃ってる。はい、規模に命じております。彼らと直接対峙する、マインドハッカーを警護するのが、我々ホットフィックス隊の役目。誰が何があっても先生を守る。指令は一通り覚えたな。はい、悪人どもの精神の中にはバグが潜んでいる。バグとは人格のエラー、あってはならないもの、破壊と殺意の衝動。バグは目には見えないが、人の心の中で根を張って育つ。やがて人を内側から食い破る。目に見えるようになるってこと。そして周囲の全てを凍結させ破壊する。これが？それを未然に防ぐのがデバッグループとフォーマット、そしてマインドハッカーの役目。ここ10年来大きなバグ暴走が起きていないのはこの施設のおかげ、そう聞いております。正直言葉で説明されてもピンとこないだろう。正直申し上げると、はい、バグでお前今までよう知ったかぶりしとったら俺もわかんねえんだよ。どうやって少年の曲がった悪人どもを構成させられるんでしょうか。すぐにわかるはずだ。見た方が早い。さあ行こう。心臓を捧げよ。おっと、かわいい。全然いいじゃん、この子で。このまんまでいいじゃん。足りないまま大人になって。行くぞ、新人。構成隊長は隣の待機室にいる。はい、隊長。待っていましたよ、ドクター。デバッグルームへようこそ。今日も輝かしいハック日和ですね。どんな日和やね。これはあなたの4978回目のマインドハック業務です。これは5000回目に記念すべき何かが起きると俺は予測している。ホットフィックス隊は構成対象を入室させてください。さあ、座って、私のドクター、マインドハッカー側の端末に腰掛けてください。はい、フォーマット。デバッグルームには2脚の椅子がある。片方はマインドハッカーのためのものだ。私はそれに腰掛けた。アウチ。うい。さあ、嫌な記憶が蘇りますね。ドクター、構成対象が入室します。
バグを内包した危険人物です。気を引き締めて。バグとは。だからだから俺は何もしてねえっつってんだろうが。触んな引っ張んな、トゲぶっ刺すぞ。トゲ出てんの。うるさい、おとなしく歩け。ふざけんなよマジで。なんか天井から変な声をするし、ケツは冷てえしよ。ケツが冷てえのはすまん。やっと誰か来たと思ったら、どいつもこいつも身のねえサザエみたいな面しがって。こいつ語彙力に定評があるな。俺様誰だと思ってやがんだ。ああ、隊長、黙らせた方がいいですか。よせ先生、彼が今日の相手だ。ああ違った、こいつじゃなかったか。ほげえ。いやこれはね、バグですね。完全なるバグですね。はい。あ、なんだ、あんたが例の先生か。聞いたぜ、マインドハックだかマーライトハゼだか、お前釣り好きなのか。ここの部署には人の頭をお肌ばきにしまう医者がいるって。なるほどな。え、できるもんならやってみたかってんだ。お前はひまわりにしてやろう。首浮いてますよ。トゲオリゾンのくたびれ冒険にしてやがら。でもトゲ、俺にはトゲはねえけどな。先生、こいつは悪魔高いギャング団のリーダーなんです。ブラッティパエリア。あ、おいしそう。お前やっぱお前魚好きなんだな。この間町で起きたひどい火災を覚えていますか。死傷者が大勢出て、俺の知り合いの店も全焼したんですよ。攻めかけからやり直して、やっと店が軌道に乗って、これからだったのに。あの火事のせいでどれかだけの人が犠牲になったか。絶対許せません。だから俺ら関係ねっつってんだろ。あれ事故だって。これマジで事故なんじゃねえか。言い逃れするな。何が事故だ。塩を挟むな新人。我々の仕事は罪を裁くことじゃない。話を聞かせてほしいんだ。そこに座ってくれないか。お、紳士的ですね。あ、俺にここに座れって。このちっちゃくて可愛い椅子に。何様のつもりで言ってんだ。座って。はい、座りまーす。素直なやつだった。ありがとう。いい、もうなんかいいやつだね隊長。ドクター、ここに構成対象詳細を出力しました。はい。 ユニット男28歳。はい。身長180センチ、体重80キロ。ヤング集団ブラッディパエリアのリーダー。不良青少年たちを率いてバイクによる暴走行や違法賭博、薬物バーベラなどの斡旋などを行っています。もう悪だね。在住は危険運転引き逃げ放火、スキャンによりバグの保留者と判明しました。まあなるほど。どのタイミングでスキャンしたんだよね。うん、この俺、ブラッティサンシャイン様の前、おお、もうブラック、あ、ブラッティじゃん、ブラックサンシャイン様の前で、フグみてえなしけた面、見せたことを、後悔させてやるぜ。フグはしけた面しねえぞ、かわいいぞ。よろしく、ユニット君。俺は君を名前で呼ぶぜ。構成対象に、君の名前をユニットではと伝えた。何、俺の本名ユニットっつうの、戸籍知らねえわ、そんなもん。偽名なの、それともただバカなんですか。書類の記載は正しいが、誰かが勝手に決めたものだ。例えば生き別れの、もう両親か、だ勝手に自分が自分の本当の名前知らないなんてよくある話さ。そうなんですか。うるさい、いちいち立てつくんじゃない。ドクター、機器をセットアップしました。デバッグを開始してください。うるせえぞ天井、天丼。さあ今からオープじゃねえや、オペを始めます。なめんなよ手袋野郎。いいか、ストリートで俺を放っておくやつはいねえ。俺はヘッド、つまりキングだ、つまり王だ。同じことを言う。シワじゃ誰もが俺にひざまずく。俺がやれと言えばその通りになるんだ。やれ。俺の頭に何かしやがったタコみてえに骨がなくなるまでぶったたいて、二度と立って正面できねえ体にしてやるんぜ。なあ、いつまで黙ってんだ。俺は静かなのは嫌いなんだ。これ以上俺のご機嫌を損ねやがったら、トゲミサイルをお見舞いするぜ。むしろそれはなんかメリットでは。さあでは接続を開始します。ドクター、ショックに備えてください。接続、なんだ、なんかくすぐったいぜ。ひえ、ちょっと可愛いなお前。さあ精神世界に入り込む感じでどうでしょう。なんだ景色が、ここは一体どうなってんだ。なあおい、何が起きてんだ。ここはどこだ。おい先生、何なんだよ、なんとか言いやがれ。ドクター、昨日の事故を鑑みて安全のために手順を確認しましょう。
あなたは対象のソースコードに直接接続しています。ソースコード、あなたの役目はソースコードからバグを発見し分解化することです。バグとは対象の人格の歪みです。他者への攻撃性、殺意、科学欲、人間特有のエラー箇所を指します。やばいね、これ含めて人間だと思うんだけどな。バグ排除に特化した AI であるフォーマット（私）にはバグをスキャンして発見する機能が備わっています。しかし私に分かるのはバグの有無のみです。人格のどの部分をエラーとみなすかは人間による判断に委ねられています。じゃあバグってなんだ。そこでドクター、マインドハッカーであるあなたの手が必要なのです。では実際に対象をスキャンしてみましょう。はい。おいおいおい、ぶっとい時が刺さってきてですよ。お前はもう生えてっけどな。なんだ、なんか気持ち悪い。イソギンチャク頭の中かき回してるみてえだ。お前の語彙力ちょっと羨ましいよ。さあドクター、あなたの前には今対象のバグが視覚化されているはずです。バグ修正のためにまず対象の中による歪みの要因をあらかじめ確認すると良いでしょう。準備ができた対象の精神に介入し、精神の脆い部分を刺激してください。正しい刺激を与えれば与えるほど効果的にバグを無害化できます。なんだよ、クソ、まじまじこっち見んな。俺は何も吐かねえからな。そういう話だっけ。これはまずは対象の記憶を見よう。準備ができた、発行を始めよう。記憶を見る、ちょっとヘルプ欲しい。セーブはできねえんだな多分。ちょっと BGM 下げる。これでは記憶1。先生、ハムスター好きか。俺は好きだ。ウミウシ見てる。ウミウシかよ。じゃあいつだったか射程の台からカゴいっぱいに持ってきたのか。すげえな。オスとメス一緒に飼っててちょっと目を離したらどんどん増えちまったんだってよ。まあ確かにそうなるだろう。かわいいよな。たまんねえよ。ふわっふわで柔らかくてよ、逃げると手の中でもぞもぞしやがる。先生、俺はなハムスターを効率よく潰そう。なぜそうなった考えたんだ。両手に1匹2匹、膝の裏に3、4、肘の間に5、6、首の間には、そうやって挟み込んでよ、ふにふり動いて逃げ回ろうとすんの。ギュッ、ブチュッ。へへ、安心しな、やってねえよ、やってねえんかいや。そのまま数に戻しちゃった。でもな、何が起きるか想像したらヘドが出るか、不思議だよな。ちっちゃくて可愛くてたまんねえ、もうぶっ潰してやりたい。めちゃくちゃにしてやりたい、そんな風に思うこと、誰にでも一度くらいあんだろう。はあ、歪んでますね。俺は静かなのが嫌いなんだ。俺の前でしけた面見せるやつは引っ叩いてでもわめかせてやる。射程の一人がでけえマンションの部屋持っててよ、いつもそこに10人ぐらいで集まって葉っぱ吸いながら衛星放送の野球中継見てどんちゃんやんのや。そん時が一番最高だ。まあなんかここの辺はねちょっと平和な感じするわ。もちろん金もか。あ、もうアウト。あ、当然勝った負けたにはスピードがねえとな。しびれねえクラゲなんてただの水だろう。水ではないと思うな。賭けに負けたやつからはケツの毛までむしりとって全員分怒らすんだよ。ケツの毛ね、わかるけどさ、ケツの毛いらねえよな。わめき散らして朝まで泣いてたやつもいたな。全財産吸ったっつって、あいつ今どうしてるかな。首吊ってねえかな。ちょっと心配だぜ。はい、キャベツは好きだ。でもコールスローサラダは腐った棒を食うより最悪だ。ガキの頃施設よく食わされてたのよ。正真正銘の生ゴミよな。トゲも生え揃ってない頃だぜ。最初にトゲあったの。俺は親がウニかどうかもしれない。ガキの頃は施設暮らしよ。まあウニか。サンシャインとウニはちょっと。寮母がクソババアでこぼすと殴るんだよ。殻が折れるほど。まあ、比喩というか、ね、例えで言ってんだよ。殻が折れるほど多分、折れるほどって多分骨なんだろうな。まずい飯でも頑張って食おうとしたんだぜ。でも隣のやつが肘ぶつけてよ、ボンごとをひっくり返しやがって。そしたら俺がババアにぶん殴られて全部手で拾えって、机の下に押し込められてさ、惨めだったぜ。ビッチビチョのコールスローサラダ手でかき集めて誰も助けてくれなかった。俺と同じくらいのガキどもが船虫みてえにいたのによ。みんなババアにビビっちまって何にも見てません、知りませんと来たもんだ。だからむしろこのババアがバグでは。だからあの時誓ったんだ。将来トゲが伸びたら、ババアを串刺しにしてやるってね。もうこれババア捕まえろよ。ババアだろ。諸悪の根源は。誰よりも強く、でかくなって。これからは二度と誰にもあんな風に無視させねえ。誰も俺に逆らわせずねえってな、まあ幼少期の経験が、ね、今に至るって感じかな。
俺は先生、誰かにトゲを刺すのが好きなわけじゃねえ。はい。テレビ見るときは隣と一席空けて座るし、はい、ソーシャルディスタンスですね、流行りの。はい。俺はガキの頃みてえな、クソ人生忘れてハッピーに暮らしたいだけなんだ。あの日は射程とみんなでバイクかっ飛ばしてハイウェイを走ってた。向こうから来た車が俺らを避けようとしてハンドル切ってひっくり返った。最初は助けようとして運転席を覗き込んだ。そしたら誰が乗ってたと思う？これはあのババアだよ。信じられるか？最高の気分だった。ざまあ見ろっつって俺はそのままバイクで逃げた。お、逃げるんかい。ガソリンが漏れてて車は俺らの後ろで爆発した。ババア死んだだろうな。やってやった、俺は自由だ、俺はババアに勝ったんだ。でもな、まさかあんなにでかい火事になるとは思ってなかったけど、俺はババアが地獄で落ちりゃそれでよかった。飛び火を見てウキウキしたんさ。後悔はしてねえ。でもな、巻き込まれた奴らには悪いと思ってるよ。まあちょっとね、しゃあないんじゃないかな。ババアが死んだと思ったら急にガキの頃のことを思い出してしまった。施設いるとき寂しくないようにってババアがぬいぐるみくれたんだ。おどういうことだ。ハッファーの海中のやつ、舐めてんのか、ふざけんなってさっさと捨てたけどな。おちょっと記憶がね、歪んでしまってんかもしれんな。では早速お前のトゲを抜いてやるぜ。ハック始めてやるよ。それでは始めましょう。ドクターマインドハックの時間です。マインドハック、マインドハック、マインドハック。よし、構成対象の人格を読み、表示された文章を入力してソースコードを操作してください。スペースキーで返します。はい、文章、はい、スペースキー押したよ。なんだ、近寄るな。あ、タイピングゲームこれ。あお、うい、触るな、あ、気に食わねえ、何様だ、なんだ、え、こっ、あ、いっち、こっちかよ。え、みんな、あ、あれは、あ、うち、じ、これか。あ、まあ、違いだ、そうだ、なんで、なんで俺が、ちょっと予想と違ったな、このゲーム性は。あ、ついてない。忘れたい。あ、おう、赤い。これ、ちょっと、あんまり、タイピング得意じゃなくてさ、っていう予防線を吐く。吐く？暑い。叫び声、見捨てた、捨てられた、いらない子。めっちゃ花増えてきた。許せない。これで、行動、ね。存在してるってことだよね。で、一人で、記憶をちょっと、なぞってるってことね。ガランドーな。おっと。ガランドーと。足りない。人がいない。あ、なんか出てきたよ。なんか出てきた。そばにいて、見たくな、歌かなこれ。認めない。やめて、助けて、寂しい。あれ、あららららら。OK! ハックコンプリート !GG! ごめん、打つのに精一杯ですわ。うわっ、なんだよこれ。頭の中めちゃくちゃハッピーだぜ。てめえがやってんのか、手袋野郎。お、手袋だけなんかな。やめろ、このクソ、うぜえ、花を。今すぐ引っ込みやがれ。素晴らしい働きです、ドクター。構成対象のバグをうまく無害化できたようですね。それでは仕上げです。二度とバグを発生させる人格の修正を行いましょう。修正は別にいいと思うよ。ええやんな、自力で構成させてさ。ドクター、構成対象の人格構成により近しいのはどちらですか？ああ、いや、これどっちもだな。寂しいけど楽しく生きたいっていうのこいつなんだろうな。寂しいから楽しく生きたいんだよね。でもな、ハッピーにしてあげたよね。楽しい、行こう。よろしい。ではそれを書き換えてください。え、楽しいを書き換えんの？なんだ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 、かわいいでしょうか。どういうこと？これどっちを直してんの？かわいいって言った言葉を直してんのか？はい。
もうだいぶやられてるね。うっくやめろやめろっつってんだ。花が俺の中に どう見えてんだお前の中に。鼻くそ鼻くそ言うなお前。違ううえ鼻くそくそ、こんなん俺じゃねえ。うう花が俺の真ん中が花になっちまうよと、誰か助けてくれ。ちょっといかがわしい感じになっちゃう。もういいだろう、家に返してくれよ。もう大丈夫だよ、私は更生対象に。もう大丈夫、これで最後の処置だと伝えた。ふう、本当にこれで終わり？嘘じゃねえよな。あ、先生、覚えてるよ。島に帰ったら射程かき集めて、で、メンチ見つけ出してよ。お花畑、探してやるぜ。バイクで、バイクで。くそ、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 くそ。やめろっつってんだよ、やめろ。やべ。怖い、怖い、怖い。おう。真理の扉、開いてやるぜ。プロセスを確認、接続解除します。ドクター、テストのため何かアクションを試してください。はい、ユニットくん、好きな花の色は何かと尋ねたいや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 、プリティガールになってんじゃねえかお前。なんだか生まれ変わった気分、すっかりつきものが落ちちゃうみたいな気持ちだな。世界が明るい、お花畑にいるみたい。それはそれでやっちゃってんぜ。決まってんな。何してくれてんだ何してくれたんだ先生。私はフォーマットにマインドハックは完了したと伝えた。素晴らしい、構成対象のバグは完全に修正されました。そっか、すごいな。マインドハックは体にいいな。体には良くない。ありがとう先生。プロセスの完了を確認しました。構成対象を退出させてください。にっこり新人、行くぞ。はい、隊長。先生、俺これから心入れ替えて生きていくよ。もう二度と悪いことなんかしないぜ。うわー、空気っておいしい、いい香りがするな。どこ行くの？俺こっちの顔の方が気になるね。あ、おい待て、勝手に出てくるんじゃない。はい、人生お花畑ということでね、ドクター、素晴らしい手腕です。あなたは比類なき才能を持った最高のマインドハッカーです。あなたの手にこの世の全人類の命運がかかっていますよ。そんなに直すの俺。これからも世界平和のために大いに貢献してください。そして私のためにね、とか言ってくるんでしょ。今日の接続は完了です。オフィスに戻って評価シートを確認してください。うわ、急に仕事っぽい。さあ、評価シートとは、そこまでやってくれるのか。ああ、まだあるね。私は自分のオフィスに戻ってきた。はい、評価シート見てようか。フォーマットにベタベタに褒められた。ベタベタに褒められた。もう一度シートを見よう。ハック。対象のハックは完了しました。用語は極めて良好な状態で、そうかな。他者に対する UI 意識の発達が著しく、担当のポットフィックス単位を包容するなどコミュニケーションを試みています。それはどうなのだ。一方、施術前一人になることへの強いストレス反応が見られましたが、現在は問題なく独房で過ごしているようです。結局、独房に入れられてんじゃねえか。規範意識の芽生えも認められ、経過次第では施設内にて奉仕活動への参加も許可できます。なるほど、まあ、徐々に社会復帰を目指すって感じなのね。私は自分のオフィスに戻ってきた。では、ああ、片付けようか。私は書類を束にして引き出しの中にしまった。今日の仕事はこれで終わりだ。先生。はい、何でしょう隊長。先生、お疲れ様でした。いやー、お見事でした。なんという鮮やかな手腕。あの凶悪そうなウニをあそこまで別人みたいに丸くするなんて。あ、はいはい、あいつ人相まですっかり変わってましたよ。目もキラキラしちゃって。お前らはそこに疑問を持て。正直まだ興奮してます。あんな風に悪人の少年を叩き直せるなんて。逆に言うとさ、善人をね、悪人にすることも仕立てできるってことでしょ。バグということにしてて、これは読めましたよ皆さん。これバグって作れるんじゃねえか。そういうことで、そういう風にバグを検出できるんじゃないか。何にもなくても、これバグですよって言ったら、あ、バグかっつって直す話になっちゃうんじゃない。はい、で最初に自分もバグになっちゃうみたいな。はい、これから毎日先生の活躍をそばで見れると思うと、自分も訓練を積んで先生のお役に立てるようになります。こいつのバグになるきっと。
明日からどうもどうぞよろしくお願いします。では失礼いたします。まあ多分こいつも隊長も最初にバグが発生する、でフォーマットにもバグが発生する、これだよ。そして誰も助からない最終局面に至るわけです。先生、具合はどうだ？グー。私は隊長にバッチリですと親指を立ててみせた。ああよかった、あんたがいつも通りで。でも無理はするな、たまには気分転換も必要だよ。あんたはあまりここは出ないし、また近いうちにゆっくり外の景色の話でもしよう。最近は晴れて山がよく見える。尾根のあたりに花畑があるんだ。それを見るといつも先生を思い出す。俺は花なのか。あんたほど花の好きな人もいないからな。見せてやりたいよ。出れないの？花よりハック、これはまずい。見たい見たい。隊長にそのうち一緒に連れてってくださいよと伝えた。本当かなあんた。外に連れて行こうとするとやたらとめんどくさがるからな。はあ、ここじゃ花も食事もフォーマットに頼めば何でも出てくるからな。確かに出かけるのは面倒だ。じゃあ散歩でも行こうか、気が向いた時に。一応自分ちゃんと人間なんだよな。花めでる。なんだ、どうした？ぶっ潰してやりたい。めちゃくちゃにしてやりたい。ダーリンでも一度くらいあんだろ。ダメだ、この衝動に抗えない。先生、おお、ギャグマインドハック受けてっぞ。今日はもう遅い、私はこれで失礼するよ。そじゃあ先生、体に気をつけて。何か悩みがあるならいつでも話を聞かせてくれ。あーなるほど、やってくうちにどんどん悪人の精神がね流れ込んでくるってことなんだろうな。ユニット編終わり。はい、 Thank you for playing マインドハックでした。デモ版ということでね、ぜひこれ絶対ね、このね、この世の中に向けたメッセージをね、深いメッセージを伝えていこうと思いますよ。はいはい、では製品版が出ましたらぜひともやっていこうと思えるゲームでしたね。はい、ではマインドハック、またあなたの心にマインドハック。はい、させん、すいません、さよなら。